皆さんこんにちは、こんばんは、チロールです。今日はですね、カーバルスペースプロジェクトやっていきたいと思います。とりあえずね、宇宙船、ロケットをぶっ飛ばそうと。でうまく宇宙に行って月に行ったり軌道で乗せたりいろいろしようというゲームです。これですね、ちょっと日本語がね実装されてないんで、英語と戦いながらやっていきます。私英語がわからないので、そこら辺ちょっともたついたら、申し訳ないです。では始めていきます。スタートニュー、これ名前ですね。名前はもちろん、チーロールと。コーンサイエンス3度だってって言って、ここで旗をね変えれるみたいなんですけどね。犬の旗が良かったんですけどね。犬の旗がないんでね、猿の旗にしますか。これね、これじゃあスタート、はい、ローディングってことで、なんかねやっぱね男子としてはねやっぱりこうロケットを飛ばすっていうのがなんか夢がありますよね。はい、これが一応宇宙ステーション内部になってまして、これが、サイエンス、いわゆる新しい装備ですね。いろいろつけれる、追加できる、こっから増やしていくんですけど、今も何もないんで、ダメですね。作れません。で、ここが何やったかな。ここは、もしこっから今まで飛ばしたら、いろんな軌道衛星とか今まで飛ばしたロケットの軌跡ですね、なんやかんや変えてます。こうくる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 地球上の回る軌道衛星ですね。いわゆる日本にもありますよね、いろいろお天気予報とかいるのにね回ってるやつもあります。これがパイロットですね。この人は一人一人パイロットなんですけど、もし打ち上げ失敗したら、お亡くなりになります。かわいそうなことに。だからね、生きて帰らせないと、生きて帰らせるとなんかスキルがアップしてそのパイロットの運転がうまくなる。んでここはね、いまいちよくわからないですけど、なんかもらえるんですかね。なんか作業メンテナンスみたいな、お医者さんみたいな感じですよね。ここで授業を受けれるんですかね。なんかそれっぽいですよね。でここがねスペースコロニーですね。ここでスペースシャトルを作ったりします。で、ロケット、まずは簡単なロケットから飛ばしたいと思うんで、ロケットはここで作ります。ここで組み立てていって、で、発射台ですね。発射台ここです。あ、まだ何もないって言われましたね。とりあえず組み立ててみましょうか。とりあえずね、ですね、まず組み立てに必要なのがこの、コックピットですね、この先頭部分、これが必要になってきます。ああ1個出してもらった、ここにありますね。これに、いわゆるエンジンですね。これがね燃料、
タンクですね、ガソリンタンク。でこれが、タンクいらずのエンジンですね。でこれがタンクがいるエンジン、このタンクがいるエンジンの方が長持ちします、どっちかっていうと。 でこっちのタンクいらずの方は長持ちしません。だからですね、とりあえずこのタンクをガシゴーンってこうつけて、でタンクの下にもちろんこのエンジンですね。ほんでそうですね、この下にじゃあガソリンいらずのつけとこう、もうちっこいロケットみたいでしょ。ほんで、こちらにですね、順番ですね、ブーストする順番、どれから発射するのか。だってあの1番目の これから発射したらもうあの大爆発しますからね。とりあえず、こうやってこっから行ってここね、順番ずつ上から発射したまず行って、ほんでですね、これがコックピットか。これが人乗るタイプです。ここに人が乗ります。おっと。で、これがですね、データをね、採取するためにいるアンテナですね。これもつけていきましょう。このデータを採取して、サイエンスポイントを貯めて、いろんなパーツを増やすことができると。ですね。これで、でもこの2つではちょっとまだ飛ばないんで、あんまり。もう一個ぐらいこうつけましょうか。ここ。はい。まあこう増えましたね。右ね。これもまた順番で、この2番目のやつがここに来て、3番目のやつが3番目。これね。3、2、1、ドーンって感じですね。これだけでは飛ばんかな。あれ、どこ外れたね。あら、コックピットどこ行った。あら、コックピットが、はい、これですね。ここにあるのか。これでね、もう一個くらいつけようか。ね。もう三つぐらいつけたらもういけんちゃいます？ダメですかね。感じでしょ。これだけで飛ぶんかな。めっちゃ不安やけど。行ってみましょう。ここでね、まずじゃあこれ第1号機なんで、チロール、あ、じゃあチロール01としておきましょうか。ね。でここで、セーブしておくと。また次呼び出せると。このね、こんだけでいっぺん行ってみますかね、最初なんで。よし、さあ発射台へゴー。さあ、これが発射台ですね。これ絶対やばそうですね。これ大丈夫かな。まずこの、ブースターエンジンですかね、これを、上げます。はい、マックス100で、この4番3番2番1番っていう字に発火していきますね。で、このサス、この制御装置ですねを、作動させて、では行きましょうか。じゃあ5秒前から。
5、4、3、2、1、スタート。おー、行きましたね、行きましたね。これね、ここで、上下左右を安定している。この黄オレンジ色のところは水平を保っていますね。で、これ今出ましたね。これがマックスまで行くとオーバーヒートしてしまいます。オーバーヒートすると大爆発してしまうので、で、この燃料がなくなるとスペースキーで、切り離し、第3エンジン、第2電エンジンといきますね。お、順調よくいってますね。さあさあさあ、もうなくなりましょう。はい、第3エンジン。そうそう、このね、オーバーヒートを利用して第4エンジンを切り離すっていうのに行ってます。いけますかね。なるほど、これオーバーヒートしたら切り離せる。ドン。はい、これもう普通だったら大爆発になってるんじゃないか。いけ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 。さあ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 、順調に上がってますね。 3000m 超えました。 3000m。 さあ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 、いいね、順調よくいってますよね。さあ、第3エンジン、第3エンジンを停止しますよ。はい、第2エンジンで、この第2エンジンでこれオーバーヒートさせて切り離します。いけいけいけ。ドン。よし、はい、第2エンジン行きました。1万メートル行くかな、行ってもらいたい。これはね、私の顔ですね。なアホみたいな顔になってますけど。さあ、大気圏超えるか。行け、1万メートル。ちょっと傾けといた方がいいかな。あ、終わった。はい。さあ、ラストですよ。さあさあさあ、1万、2万いくか。ああ、なくなりましたね。もうここら辺までなったら重力に任せる。ちょっとね、角度をつけたいんですけれども、ちょっといくかな。2万いけ。2万いかない。2万いかなかったですね。2万いかなかったら、これでデータ収集はできるのかな。できないみたいですね。あれ？ノットターゲットって出ましたね。あかん、もう落ちていくだけや。あ、やばい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 、いらんことした。やばい。あー、やばいやばい。まさかさまに。危ない危ない。もうこれ落ちていくだけですね。よいしょ。はい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 。これはちょっと危ない状況か。
やばい、機体がミサイル状態に。これは4000メーターぐらい行ったら切り離しましょうか。もう危なそうですね。パイロットが死んじゃう。行きましょうか。はい。これで、パラシュートがね、こう出てるんです。これが何千か近くまでなったら開くはず。開かないと危ない。開いてくれ。お、開いた。わ、びっくりした。死ぬかと思った。さあ、これで無事生還ですよ。これがね、うまいこと言ったら月とかね、いろんな星に行けるんです。しかも着陸までできるんですよ。これは難しいんですよ。これね、結構ね、なんかこのキャラがね、おバカキャラっぽいから、ちょっと簡単なゲームかなと思ったらね、それは難しいんですよ。かなりリアル思考のゲームなんでね。さあ、着地しましょう。生きて地球に帰りましょう。お、大丈夫？おい。え？これ生きて帰ってきたの？これ。でも、いますよね。死んではないですよね。あ、出てきた。出てきた。あ、よかった。ほら、出てきましたね。よし。ああ、終わりました。さあ、スペースセンター帰ってきましょう。で、こういう感じでね、チロールが、帰ってきました。ね。ん？これは戻ってるよね。ポテって落ちたけど。ポテって落ちたけど大丈夫な。はい、帰ってきました。多分帰ってきたでしょう。こんな感じでね、何回か飛ばして、サイエンスポイントを貯めて、やっていきたい。次はね、もっとね、山ほどもうエンジンボンボンつないで、作っていきたいと思うんで、次回はこうね、いっぱいいっぱい、エンジン積み込んで、やっていきたいと思います。それでは、みんなご視聴ありがとうございました。チュロルでした。